今日って何やるんでしたっけ？ホムンクルスって知ってる？ああ、この前授業ですごい受けたやつですか？そう。僕らの脳の中には身体地図ってのがあって、腕なら腕、足なら足、脳の中の異なる領域で支配されてんだよね。今日はそのことを実験的に示してみようと思います。その前にちょっとだけ解説。ホムンクルスって何かというと、感覚機能や運動機能を司る神経細胞の数の割合を表現した人体模型のことです。図を見るとわかるように、繊細な感覚や細かな動きを必要とする指先などは大きく表現されています。今日はこの模型が本当か実験で証明しちゃいますよ。自ら被験者やります。はい、これ何しているかというと、今日使う実験器具の一つ、筋電図の電極をつけています。電極の説明の前に、まず筋肉の動きについて理解しましょう。今回は内側の上腕二頭筋に注目して筋肉の動きを見ていきます。肘を伸ばすとき、内側の上腕二頭筋は緩みます。一方、肘を曲げると内側の上腕二頭筋は縮みます。このような関節運動を生み出すために、筋肉は脳からの電気信号を受け取って収縮します。そこで電極をつけると、電極はこの筋肉の収縮によって発生する電気信号を捉え、筋肉の動きを数値化して教えてくれるのです。こうやって被験者に筋肉を動かしてもらい、触りながら電極を貼る位置を定めていきます。はい、はい、貼れました。筋電準備完了です。お茶目な担当学生です。はい、でも座っちゃっていいのかな。はい、大丈夫です。はい、はい、では筋電図の確認をしていきます。左手の指先、左手の前腕、左手の上腕、左手の肩、はい、右手いきます。右手の指先、右手の前腕、右手の上腕、右手の肩です。力を込めた筋肉にちゃんと電気信号が観察されますね。はい、今日使う実験機材、低等外軸刺激と呼ばれるものです。略して TMS。 こいつを使うと、頭蓋骨の外側から脳内の細胞を刺激することができて、その細胞がつながっている身体部位に誘発運動が起こります。体の反応に注目しててください。ちょっと待ってという方へ。私たちが手を動かそうと思った時、脳は手を動かしてという命令を電気信号で出しています。その電気信号を自分の意思の代わりに強制的に脳の細胞を刺激することで作り出してくれるのが、この TMS という機器なんです。はい、上肢左右4つの場所から今筋電図を測るようにしています。じゃあ今から僕の右側の運動野を刺激してみたいと思います。どんな反応が出るでしょうか。左手に注目です。見えましたか？被験者である先生は何もしていないのに、左手が動いてしまいましたね。体が電気信号で動いている証拠です。ふんふんと思っている皆さん、思い出してください。今回 TMS で刺激を与えたのは右側の運動野でした。で、今の映像では体の左側で反応が見られました。どういうことでしょう？そう、私たちの体は反対側の運動野によって支配されているんです。つまり右側の運動野は体の左側、左側の運動野は体の右側をコントロールしています。今度はグラフと合わせて見てみましょう。画面の左側が動速、画面の右側が体側のグラフになります。そして上から三角筋、上腕二頭筋、総視神経、第一背側骨幹筋のグラフになっています。では見てみましょう。
先ほどの復習になりますが、同側の上司では反応が見られなかった一方、反対側の上司ではしっかり反応が見られています。反応が見られた反対側のグラフに注目してください。電気信号が脳に近い部位から遠い部位に順番に伝わっていくのがわかりますか？この被験者については三角筋の反応が見えませんが、上腕二頭筋から前腕の総視神筋、そして指先の第一背側骨幹筋へと順番に反応していることが見て取れます。さらにグラフの縦軸が筋肉ごとに違うことにご注目ください。指先の筋肉の反応がとても大きいですね。この答えは動画の冒頭で説明したホムンクルスに関係しています。指先など器用に使える身体部位ほどその部位を司る脳の領域が広く、たくさんの脳細胞が関与しているので反応が大きくなるんです。はい、じゃあ今度は足の筋肉に電極を貼り替えました。足の運動野があると言われている頭頂部を刺激したらどういう反応が出るでしょうか。左手左足比べてみましょう。右側の足の運動野を刺激したら、左手や体の右側には反応がないですが、左足にしっかり反応が見られましたね。こちらもグラフと合わせて見てみましょう。ここでもやはり脳に近い部位から遠い部位へ順番に電気信号が伝わっていくのがわかりますね。また先ほどの左手の反応よりさらに反応が遅いのは、下肢が脳からより遠くに位置しているからです。グラフの横軸からも先ほどの左手の反応より遅く反応が見られるのがわかりますね。それを踏まえてもう一度見てみましょう。同側と対側の反応の違いに気づけましたか？でも実は足に刺激を送る場合はこんなにうまくいくことばかりではありません。この映像を見てください。先ほどまでと違って同側の右足も動いてしまっています。足を担当する運動野は頭のてっぺんあたりにあって、右側を刺激していても微妙なズレでその刺激が左側にも伝わってしまうことがあるんです。実験って大変なんですね。はい、今日の成果大きく3点まとめてみましょう。その1、私たちの身体は反対側の大脳皮質、反対側の運動野によって支配されているということ。その2、脳内で起こった神経細胞の活動は脳に近い部位から遠い部位へ順々に伝達されていくということ。その3、器用に扱える身体部位ほどたくさんの脳細胞によって支配されているということ。だから刺激に対する応答が極めて大きく出現するということ。以上の3点を見出しました。いかがでしたでしょうか。脳身体システムの構造的な特徴をご理解いただけたのではないかと思います。 YouTube ラボ初回いかがでしたでしょうか。これからも僕たちが日々研究室でエキサイトしているサイエンスを様々な角度から切り取ってたくさんの皆さんと共有できる、そんな場所で育てていけたらいいなと思います。 Let's share our exciting Labo life. Bye bye.